合同ライブ選抜メンバーオーディション。選抜入りを果たした上位3名は、進藤くん、百瀬くん、青バズくくんに決定しました。<laughs> 彼らには僕らの代表として、合同ライブのメインステージにて、ラッチのテーマ曲である、ラッチ、それが未来の扉を歌唱してもらいます。おめでとう さすがのパフォーマンスだったもんねああ惜しかったな悔しいそれでは選抜メンバーから一言もらえるかなまずは宇高さん俺からいいですかどうぞ青葉ずくん選抜入りできたのは嬉しいんすけど俺やっぱ出られねえっすえマジかよ どうかかしたのかな何か事情が出られねえっていうのは俺たち3人だけじゃって意味っす俺たち3人がラッチ代表みたいな顔をすんのはちょっと違うんじゃねえかと思ってそうかい君たち3人のパフォーマンスは代表に値する素晴らしい出来だったよオーディションが始まってから自分のことでいっぱいいっぱいになってたと思うんです あいつには負けたくねえとかあいつの前ではいい顔したいとかオーディションがあったから気づいたんすけど俺らが目指してるアイドルってそういうんじゃねえよなって他の誰かを差し置いてラッチの代表を名乗ることはできないということかいはい山手線って30駅ぐるっと回るじゃないですかラッチも同じで誰が欠けても完成しないと思うんすよね 最高の一人一人が集まってるから、ラッチは楽しいんだって、もっとたくさんの人に届けたいと思いました。うだかさん、僕も発言してもいいですかもちろん、ママセ君、どうぞ。僕は、パッセンジャーのみんなに愛を届けるため、ラッチをやってきました。ですが、自分を信じ切ることができずに、自分ではない。 他人の影を追いかけ続けていたんです。パッセンジャーはずっと僕のことを信じてくれていたのに。このオーディションを通してその考えを改めたのかなはい。この気持ちを忘れたまま合同ライブに臨んでいたら、たとえパフォーマンスは成功しても、それは失敗でした。オーディションに本気で挑んだからこそ、 間違いだと分かった僕はもう、十分です。なので、提案させてください。合同ライブ、30人全員で、テーマ曲を歌いませんかえぇ、そういうこと せっかく掴んだ選抜メンバーの座を手放すことになるけれど構わないのかいええ構いません同じ思いを持った仲間全員でラッチが大切にしてきた曲を愛するパッセンジャー達に届けたいんです進藤君はこのことについてどうかな俺はどんな形であっても構いません合同ライブを成功させることが何より重要ですから 確かに30人みんなで歌える機会は他にはないけど賛成賛成楽しそう俺もパイセンたちと一緒に歌いたいですおや賛成の声が多いようだねけれどテーマソングを30人で歌うとなればそれなりに手を加えないとならないねそれに舞台でのパフォーマンスも可能か 意見を聞かかせてくれるかな、アメヤ君もちろんですびっくりした <laughs> いきなり背後から現れるのマジでやめてくださいよ失っけ少々闇に紛れさせてもらっていたよ嘘偽りない感情の機微を観察するにはこれが一番でねマジ心臓に悪いさてテーマソングを30人全員で披露できるかどうかという問いについてですが 舞台の演出に関してはできないことはないと風の噂で聞いていますよでは楽曲についてはどうかなそれに関しては根岸君君はどう思うかねえどどうして俺に振るんですかあれ根岸さんも闇に紛れてたんすかはいいや俺は全然隠れてなんかないんですけどね 今日は朝からずっとここにいたしあそこら辺に舞うチリより存在感の薄い俺の話なんて誰も聞きたくないですよねはいはい分かってますってああすんません<あ>てか相変わらずっすねどう思うって歌えるんじゃないですかね知りませんけどっていうか どうせ収録させられるんだろうきっちり歌い分けされた仮歌を俺の休みは現状で収録だとどういう意味だおっとネギシ君それ以上は口にしない約束だ約束あんたの辞書に約束という文字があるとは驚きですねいつもいつもこれで最後にするって <laughs> 普段は心地よいさえずりも 時と場合によっては人々を惑わす雑音になりかねないそうだ僕が塞いで差し上げようか、うん、自分で塞ぎますよおい何か隠しているのか言わぬが花という言葉もあるだろうそれを編んで花輪にするのが僕たちの役割ということだ俺回りくどいことばっか言って煙に巻くようなやり方 一番嫌いなんすよねま相番わかることだよ。おっと、時間だ、ネギシ君。今日も赴くとしよう。我らの先屈へあこれは収録スタジオに行こうという意味以外の何者でもないので。じゃあ、失礼します。たく、相変わらず訳わかんねえ先輩だぜ。 とりあえず宇高さん俺たちからの提案は舞台と楽曲に問題がなく選抜入りしたメンバーが了承してくれるのなら誰も反対しないだろうねじゃあパッセンジャーのみんなが楽しんでくれるようなパフォーマンスを30人全員で作り上げようじゃないかめっちゃ嬉しい ご利用、誠にありがとうございます。今回は、ラッチの進むべき道しるべが記された回となりましたが、ホーム上の道しるべとも言える山手線の発車表もよりわかりやすくなったことをご存知でしょうか。以前までは列車が発車する時刻が表示されていましたが、2019年から順次、発車時刻ではなく、 到着までの分数が表示されるようになったんですよ列車本数の多い山手線ならではのご案内となっておりますそれではまたのご利用お待ちしております